こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、明るい街のイメージの、東中野駅です。アクセスは、新宿まで約5分、渋谷まで約15分、池袋まで約19分と、めちゃくちゃ便利です。今回の物件は、そんな東中野駅から、徒歩2分の駅地下です。49平米の 2LDK になります。間取りは、変わっていませんが、ルーフバルコニーがすごいんです。とにかく広いんです。部屋全体の面積よりも広いルーフバルコニーなんです。実際に見ると、一体どんなものか、ワクワクしますね。あ、物件が見えてきました。あれです。外観の雰囲気は、グレードの高い物件のように感じます。激狭物件が多い、このチャンネルの物件としては、珍しいかもしれません。立派なエントランスです。宅配ボックスも完備です。大小様々な大きさがあるのがいいですね。オートロック入るとロビーになっています。大きめのソファーが置いてあるので、ここでくつろげるようになっています。エレベーターは13人乗りなので、中は結構広いです。こちらのお部屋です。では、入ってみましょう。玄関広い。さすがに LDK です。玄関横にシューズインクローゼットがあります。おーおー、めちゃくちゃ広い。これだけ広いと、靴も置けますが、普通の収納としても活用できそうです。次はトイレです。温水洗浄便座機能付きです。トイレットペーパーホルダー上の小さいガラス棚がおしゃれです。上には、釣り戸棚があります。2段になっていて、掃除用具や予備のトイレットペーパーを保管できます。次は、洗面、浴室です。洗面化粧台も、賃貸物件というよりも、分譲マンションの仕様のようです。下にも引き出し収納があり、いろいろと細かいものも収納できそうです。鏡裏ももちろん収納になっています。洗濯機スペースもしっかりとあります。上にも釣り戸棚があるのは、嬉しいですね。次は、浴室です。浴室乾燥機がついています。浴室内も広くて、足を伸ばして、入れそうです。シャンプーや、ボディソープを乗せる棚もついています。
次は、リビングダイニングキッチンです。まずは、キッチンからです。人気の対面カウンターキッチンです。料理がやる気になる、立派なキッチンです。ガスレンジは、ガラストップコンロです。魚焼きグリルもついています。キッチン下の収納は、すべて引き出し収納になっています。一番右は、調味料入れになります。真ん中は、区分けされていて使いやすそう。次は、リビングダイニングです。広さは、キッチン含めて 11.2 畳です。リビングダイニングだけだと、約8畳くらいでしょうか。東向きなので、朝日は、よく入ると思います。次は、バルコニーです。向かいに4階建てのマンションがありますが、眺めは、悪くありません。このバルコニーもワイドスパンで、かなり広い方ですね。次は、洋室です。広さは、約5畳です。2面採光なので、明るさと換気に優れます。クローゼットは、システム収納になっていて、左側は、下が3段式で、上部にハンガーパイプがついています。収納の高さは変更できます。右側も3段式ですが、一番上に棚が来ていて、その下にハンガーパイプがついています。左右で微妙に違う位置になっているので、使い分けできそうで便利です。ここにも収納があります。可動式棚で5段あります。収納がかなり多いですね。次のお部屋です。ここも広さは5畳です。ここの収納は、ウォークインクローゼットです。めちゃくちゃ奥行きあります。L 字型に棚があるので、洋服もかなりの数をかけられそうです。
最後は、いよいよルーフバルコニーです。これをまたいでいきます。高さは、測り忘れましたが、50センチメートルくらいはありそうです。結構またぐのが大変でした。おーおー、広い。これだけ広いと、いろいろと使い勝手がありそうです。49平米ある部屋面積よりも広いので、持て余してしまいそう。広いからといってバーベキューはできないですし。しかし、第二のリビングとして活躍しそうです。ただ、周りの建物から丸見えなので、気になりますけどね。今回の物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等は、そちらでご確認ください。それでは、今回の物件の、苦節よど、を発表します。今回の、苦節よど、は、2、です。間取りは、あまり変わっていませんでしたが、これで広いルーフバルコニーは珍しいので、2、としました。今回の物件、高級感漂う雰囲気、ルーフバルコニー付きで、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。